そろそろ。佐野じゃない、宇都宮。今映像切ってます。今映像まだ戻せないけど、ちょっと待ってね。袋に入れないとこれ。外出るから映像戻すか。マイクとちっちゃく話してたからね。今室内とか。どうぞ。駅前電波戻った。ちょっと画質悪くした。どこから来るんだろう。あ、そうだ、忘れるとこだった。忘れるとこだった。これ買わなきゃいけないんだけど、これが買いたくて、ちょっとさっきキープして。何なのこのバルーン券、気になってしょうがない。外れあんのかな。
何なんだ。開けたいけど、待って。マイク遠い、まだ。音量下げたからかな。音量下げたんで、セミがうるさいって言われて、マイク音量下げたんですよ、一応。すごい、剣の長さ70センチになるって。何なんだろうね、これ。どういう風に。70センチって結構あるよね。いいか。それでこのガチャガチャは自分で使いたい。車に置いてきたいんだけどな、とりあえず。これどこに入ればいいんだろう。とりあえずね、走行距離を当てるプレゼント用に買った。ご飯にかけるとでもいい。あ、え、700ミリかな。いや、70センチか。やばくないこれ。ご飯にかけるポテトチップス。これ自分の分も買っちゃうと思うんだ。あと、ね、うまいのかな。俺が食いたいけどね。とか意味わかんないな。ねえと。サノマル。あの丸がいる。そっか、栃木か。栃木ってこんなにゆるキャラいるの？その丸しかわかんない。書いてある、丁寧に。宇都宮は？宇都宮みやびだ。カステラ合わない。好きな食べ物、もちろん餃子って書いてある。日光仮面、月光仮面のパクリでしょこれ。何が映らないのこの画質が。ピンと仕事してよ。佐野丸ね。佐野丸はまあね。俺が放送してるの知ってんのかな。この丸はね、今ね、栃木のこれね、確かに、熱い。車に置いてきた方がいいかな、これ。今からね、リアトスさんが来てくれるということも、ね、外で待ってればいいかな。とりあえず一回でも車に行かないと渡すものがあるから。夜放送してるの知ってるかな？気づいてるかな？こんな歩くと暑いんだよね、今。もうね、暑い、今日。車の中で寝れなかった、暑くて。暑くて寝れなすぎて。結局ね、エアコンつけたままもうエンジンかけっぱなしにしちゃったわ、後半。あまりにも寝れなくて。上に入った。
こなんだ、ここ道の駅っていうかなんかテーマパークみたいな。テーマパークだね、もう。はい。今日はこれからね、何箇所行こうか分かんないけど、まだ決めてないんですけど、トレイルリアトツ終わったら移動して、なんか餃子もね、買ってきてもらえるっぽい話をしてたんだけど、だから買わないで置いたんだけど、俺。駐車場から結構離れちゃったから、ちなみにあの誰もまだ答えてないけど走行距離のクイズのヒント、あのね、宇都宮のねロマンチック村というところです。宇都宮から車で30分ぐらい、結構山寄りの方か。めっちゃ広い。森とかあるから。熱い。汗だくで髪がボサボサなんだけど。こういう。ちょっと足もうちょい戻すか。いっか。うるさい。多分土日とかすごい人になると思う、ここ。本当に道の駅、広い道の駅って感じ。ただ、なんかさ、お土産屋さんとトイレがあるだけの道の駅じゃない。それは、そこしか知らない。夢ポークっていうのが人気なの。人気っていうか、栃木鶏かぶと揚げ、どこで待ってればいいかな。あ、サーリン知ってるよね、総長も向かってるって。寝たから知らない？どこでしょう。夕日だ。ちょっとね。わからないんかーい。宇都宮ぐらいだ。宇都宮からこれから日光周りで、群馬の北部回って帰る予定です。埼玉から宇都宮の距離よりは遠いね。ヒント的には。ツイッターで行ってる場所書いてあるから。多分 Google マップで追えば結構当たると思う。総長来るよ。今一緒に来るよ。衝撃の展開があってね、昨日。総長とね、栗ご飯さんが今一緒に向かってます。総長はね、そのまま多分送って帰る羽目。送って帰る手はずになってます。ということでね、俺が今日行くところは同行っていう予定です。今二人リアトツが来てくれます。いつも
よくコメントくれるリスナーさん2人です。みんなで思ってる人もいっぱいいると思うけど、暑い、もうとりあえず暑いからなんか車のエアコンを浴びたいんだけど、これ移動した方がいいのかな俺。でしょ、衝撃でしょ。なんか栗ごはんさんは来てくれるっていう話を前からしてて、総長となんか栗ごはんさんが総長に会いたいみたいないうなんか流れのコメントになって、じゃあ来ちゃえばいいじゃんみたいな、あじゃあ行こうかなみたいな、本当にみたいな。5分前ありがとう。俺の放送見えてんのかな。荷物を置きに行った方がいいかな、車に。とりあえず車に行かないと、どっちにしろ朝俺あれがないもん、プレゼントとかないから。車の周りで話すのはでもちょっとなんかやだな。が来てくれる、電波悪い？さっきこの物販のとこ電波悪かった。何これ、怖っ。何これ、ちょっと心霊かと思った今。怖え。ね、見てこようか。置いてくるっていうか、渡すものもあるんで、渡すものも配信で見せたいんだけど、どうしようか。え、装置を発見した。装置を発見した。ちょっと待って、これ俺行くべき？今トイレに行った。待機してるべき？ちょうど枠切れるんだけど。充電の減りが早いの。誰だよ、総長？あ、さっきの。そんなラグあんの？そんなラグあんの？あれ、スマホ？キョンさん来ねえな、そういえば。マジ？え、でも荷物置いてこようかな。あ！そりゃそこにいりゃバレるわ。ちょうどちょっと枠が変わるから待ってください。そこにもう二人いた。枠が30秒ある。え、マジで？待って。なんでそんな。全く放送見てなかった。はじめまして。クルーです。はじめましてだね。いやー。まだね、あと1分あるけど。クルーさんの声がどうしよう。ちょっと車に行こうか。だからラグが30秒あるらしい。どうしようかな。とりあえず車に渡したいものがあるんだけど。
ちょっと枠が切れたら一回車行きましょう。30秒ぐらい。はい。総長何やってんの？あ、お迎えに上がったんですね。マジで何やってんですか？本日は島の極みじゃないの。鳥オツです。まともにコメントしてんの今ターリンしかいないから。ヒョンさん来ないんだけど。ここ、はい、ターリン早いな。こんな感じですよ。おそこで振ってもわかんない。今ね、栗ご飯さんと早朝が来ました。余裕の一に大きい。暑いよ。何？全然放送見てなかった今。ちょっと一回俺の車いいですか。あの一番端っこにあるの。マイク？マイク入ってない？マイク入ってない？一回動けるね。熱い。マイク入ってない。俺鍵どこやったっけ。車特定しました。もう特定してるでしょ。どこないよ。どこない。何回かリアルを見てる。何回かリアルを見てる。荷物が。ルームがあるんだ。すごーい。あ、こう、そろそろ寿命です、これ。反応が鈍くなってきてる。何もしてないのに。いやいや、車なんで全然大丈夫です。気使わなくても。おたおめ？あ、おたおめありがとうございます。おたおめいただきました。もう1ヶ月経つけど。これナンバーかな？ありがとう。何ですかこれ？餃子。餃子？あ、昨日言ってたやつこれ。まさしの餃子だって。やったー。ありがとうございます。ちょ、俺のナンバー晒さないでしょ、これ。あと、栗ご飯。栗ご飯だ。ちょっと待って、これ、ダイソーの箸までご丁寧に入れてくれてあるんだけど。やったー。ごま塩かけて食べるんですか？これ？丁寧というか、すごい細かい。え、やばい。栗ご飯さんから栗ご飯もらった。やったー。すいません、わざわざ。わらわらじゃないよ。超嬉しいよ、これ。そんないっぱいあんの？そんな気使わないで。あ、ゲットライトさんいらっしゃい。こんなにいっぱいなんかお土産もらっちゃったんだけど、なんか申し訳ない。
これ初めて見た。戦うんだ、覚悟を決めろ。何を戦えばいいんですかこれ。え、これ飴？飴か。すごいね。今日戦うので、じゃあゲトラジさん今来て、早く取り来てください。今宇都宮にいますんで取り来てください。それ何ですか。あぶれ瞬間冷却。あ、叩くやつじゃんこれ。そう見つけたの。すげえ、ありがとう。本当にこれ嬉しい。マジで嬉しい。あ、こんなの売ってるんだ。スマホが冷える。すごいね、なんか定期便みたいになってるこれ。あ、ちょうどこれと似たようなやつだ。やった。暑いな、しかしこここれ俺今飲んじゃいそうになるからね、あると。え、見張ってる俺ぬるいのいつも飲んでんですよ、家で。冷やしてないんですよ、いつも。飲酒確定ってターリーに言われてる。それ普通にお菓子です。何のお菓子？なんかダクワーズとかいうの。あー、なんか俺こういうの見たことある。見たようなの。しょっちゅう今申し上げます。いや、本当に暑い。こんなに暑かったっけ、最近。それは栗ご飯さんにあげるものね。ね、準備しました。すいません。逆にすいません、なんか。ね、これもありますんでね。これ絶対食べてくださいね。これ絶対食べてくださいね。クリアブルーって。これね、これ。ダメなやつじゃない。あとこれは。マジマジはマジでやばい。気をつけてください。娘さんでもです。カレーじゃないですか。あとこれね、東京の書いてくれたステッカーと、あと自分で最近作ったステッカー、ね、失敗しました。3枚しかありません、失敗したから。あと、ね、手紙も一緒に入ってます。あと中身はまあね、なんかちょっといろいろ知らないものをいっぱい詰め込んであります。宝箱あと2個しかないんで、これで。あとここにもう一個。ガラクタが立つといっぱい入ってると思います。ありがとうございます。わざわざありがとうございます。え、家からどんぐらいですか。じゃあ駅と一緒ぐらい。うん。じゃあ方向性がまた違うんで。あ、そうなんだ。じゃあ帰り超遠くなっちゃうんだ。うん。そうでもないかな。そうでもない。線があるから。まだまだ向かい。ええ。健太いらっしゃい。ナンパ中じゃないですよ。ナンパ中じゃないですよ。リアトツの方が来てくれました。栗ズバーへようこそ。栗ご飯さんと総長がいます今。え、ちょっと待って、タリランさんのコメントを読んでいい今これ。はい。栗ご飯さんって女性なのか、わらわら。おっさんじゃなくてすいません。今更？ずっとなんていうか迷ってまして。今更なんだ。今更。確かにうちらも2ヶ月ぐらい騙されてたけど。騙されて。2ヶ月ぐらいは騙されてた。もっとか。タリンはその時いなかったんだじゃあ。ターリンの見る目が変わってるってケンタみたい。でもだいぶ前から来ましたよ。ケントライトさんが女性ってくらい驚き。いやでも確かに驚きだった、最初に俺が知った時は。え、ケントライトさん女性なんですか。え、違うよ。ちょっとこれでおっさん説が払拭できた。何が。おっさん説が払拭できた。払拭。あ、確かにね、まだ嘘ついてたかもしれなかった。
肉の日。今日肉の日なんだ。ちなみに総長が今ね、わざわざね、宇都宮まで来たんですけど、電車でしょ？何時間かかったの？3時間かけてわざわざ宇都宮まで来たそうですよ。島なんだもん。島とかの問題じゃないんでしょ。航空力ある。いや、ありすぎですね。ありすぎ。お腹がカーンってなったよね。お栗ご飯さんに会えたかな。追っかけ、追っかけって言われてるよ。遠いよね、3時間でどこまで行けるって、埼玉から。3時間あれば、静岡とか行けたよね。あんまり電車の時間って気にしたことない。いや、気にしようよね、3時間はやべえ。え、帰り桐生と。帰り桐生でいいの？いいの？それ、乗せちゃって。うん、なんかね、もうまったりしちゃった。まったりしちゃった。俺、そう、見せたいものが。やばくない？どうしたの？これね、温泉入って気づいた。めっちゃ痛えと思って。かっこいいじゃねえんだよ。やべ、これほんと、まあなんかチクチクしてるなと思ってたんだけど、まさか、風呂入ったら超染みた。ハロウィン仕様じゃないですよ。じゃあ風呂入ってからすげえ今痛い。なんか生き返っちゃった痛みが。多分これ昨日のあのゲフンゲフンの場所で、多分ゲフンゲフンの場所飛び降りた時。多分一番最初にね、窓から侵入して飛び降りた時に、あ、なんかちょっと痛いなと思った。多分その時。もう多分二度とああいうところには。今回ね、たまたまなんだけど、あんまりね、本当に行かないようにしてたのに、今まで大ちゃんを見習って。有名だから。そう、ブランド力に負けました。ザマーザマーじゃないよ。まあ、あれ未だにまだタイムシフト残ってる。もうそろそろ消さないと。でも多分ね、こんな仮想枠じゃ通報してくれる人もいないから。嘘つけ、山ばっかじゃねえか。どういうこと？どういうこと？日本語がわからない。山ばっかってどういうこと？周りがってこと？あ、また行くだろってこと？俺が行くってこと？廃屋にってこと？怖い怖い。人がいないときは適当に映ってるけど、気にするね。どこだ？どこだ？あの座り方。閉まっとこうか。運転手目線。何がすごいってさ？いや、あの配信さん。あれ車載のところ、はい、あれみんな言われますね。クルトはいつも長ズボンじゃなかったっけ。これ長ズボンだよ。これね、むしろ昨日もこの服装だよ。はい、靴は違うけど、靴はね、昨日あの滑り台でね、ムカついたんで脱ぎました。見てくれてた人もいますけど、これをこう乗っててここに引っかかるの、ここに。だからもう無理だった。超汚いでしょ、これ。で、スポッて行くと靴が汚くなる。包丁の後ろの霊が活動的になってきたようです。もうマジ見つけてもらっちゃった、すいません。
総長にもあるんだけどね、総長は後で帰りに渡します。あげるもの、うん、わかった、いらっしゃい。気をつけてね、ありがとう。なんかいつかの石がありますけど、いりますか？石だ。これいつの石だ、これ。これどこの石だっけ？これどこだっけ？どこだっけ？何が？あ、この石ピオン亭に投げ込めばいい。あ、そっか、ピオン亭に投げ込むわ。じゃあこれ、いつかの花火の爆竹と。ちょっと車のガラスに投げないよ、帰れなくなっちゃうじゃん。タイヤがやば。昨日のあの栗ご飯さんがいなくなってからね、やばいところに突っ込んでって、ほんと山道、死ぬかと思った。マジで死ぬかと思った。で、装置はそろそろ返そうか。いらない。1回しか結局使ってないけど。色？しかもこれ買ったのにこれ使ってないし。ジェイソンマスクが、何それ、暗闇で光るってやばいね。でもそれ明るいところに当たってないといけないってこと？最初に、自分でライトで当てればいいですか？両方あるよ、 LED で光るバージョンと光タイプがあって。ちょっと車洗車ね、分かってるよ。俺洗車してから来ようかと思ったんだけどさ、どうせ山道行くんで汚れるんですよ。待って、なんかバグった。餃子すぐ食べないとだよね。今日あの人焼肉配信らしいね。そうなんだよね。かぶっちゃうけどしょうがないよね。なんか最近このアプリが重いんだけど、ニコ生のせいなのかな。誰が？総長がかと思った。今よく考えたらそれ俺じゃねえと思って。落ち着いてますよ、配信でははっちゃけるけど。やった、僕落ち着いてるって。いや、総長は落ち着いてないな。落ち着いてないよ。でガラケーだと配信見れないんですか？見れますよ。え、今見れる？見れますよ。どうやって見えるのかすげえ気になるんだけど。本当ガラケーの見方を知らないから。コメントも？コメントは多分できる。ラグがひどいとは思うけど、そりゃね、しょうがない。ガラケーで見れるのがすごい。
よくよく考えたらうちの弟もガラケーだった。これからまたちょっと言う、これがちゃんとつながると、ちょっとラブが出るはず。ここに？うん、ここに付いてある。このままモバイルなんてあるんだ。うん。ありますよ。いや、モロに今ナンバー打ってきてる。なんか流れてきた。あ、ほんとだ。画像カバーの、あ、やべ、ナンバーが。あ、懐かしいかもしれない。あ、ほんとだ。すげえ、ガラケーで見れるんだ。見れますよ、この画像で。じゃあ。これで。ほんとだ。すごい。ナムクサって何？あ、ナンバーか。ケンタンもね、今日の朝までにあの走行距離を送ってくださいね。本当だ、入ってきた。しかもラグないじゃん、コメントの。ちょっとターリンどっか行ったんじゃなかったんかよ。フルで打つのやめてください、それ。それフルで打つのやめて、せめてアルファベットとかさ、ひらがな変えてよ、これ。マジで。これコメント消せないんだから、こっちで。サノマルが行くことに仕込みたかった。本当だ。あー、ラグあるんだ。いや、でもそんなにない方じゃない？スマホでもそれぐらいのラグあるよ。映像が汚いけど、カーリーマジ怖い。本当に怖い、この人。あと8分ある。総長大丈夫なの？何か？本音で聞ける。うん。一人だよ。任せたまえ。では、車で待ってるぞ。待ってんの？待ってんの？この枠までいるよ。どうだと思う？送ってあげな。そう、送ることになってますよ、総長は。栗ご飯さんは車で来たんで。地元の方で。地元？地元だよ、一応。地元って言わないか。地元は群馬か。ん？なんて言えばいい？地元って言ったら、群馬でね、今住んでるってこと、地元とは言わないな。え？あ、そうだ、在住、在住。その言葉が出てこなかった。おっさんじゃなくて申し訳ない。なんでや。おっさん期待されてるかなってちょっと思ってたんだけど。栗ごはんさん特定わらわらだって。どういう特定や。何で特定された？このアスファルトで。しかもこの場所はもう言ってるからね、さっきから。何あれ、元 GP グランプリだ。っていうか、この道の駅めっちゃ広いよね。さっき歩いて思ったけど、森が広い。新スポになれる、ここ。でも夜中入れないんですよね。あ、木の陰から見てるって、ダーリン。どこ？早く出てきてよ。そこら辺の木の陰から見てます。どこですか？マジでいそうで怖い、本当に。あの人マジでいそうで怖い。電車で何時間かかったんですか？いや、あの人の場合新幹線だからすぐだよ。宇都宮なんて1時間かかんない。あ、パイロの中から見てますか？ここ？あ、でもこれマジで動く。ちょうどね、6時でお土産屋さんが閉まるんで、もう今閉まったね。先に買ってきちゃったけど。あ、そう、買ってきたやつ見せてないの。
そう見てなかったんだよね。一応これでも仕事中？誰が？あ、サーリンか。最後のあと5分あるから、早くみんな答えを送ってくださいね。リスナープレゼント用の。カレー、牛乳カレーってなんかどっかで聞いたことある。サラチーズせんべい、うん、すごいですね、いっぱいいるよね、かわいい。あー、はいはい、黒色せんべい。あ、サーリン300キロでいいの、ね、これとあとなんかを、ね、暮らせしますよ、ね、このカレー美味しそうだよね、意外とマジで。このね、餃子チップスを自分でも買った。ありがとうございます。なんか言った？なんか言った？なんかね、つい気になったこのガチャガチャでね。ガチャガチャかっこいい。やばいよね、これ光るんだよ、だって。かっこいい。なんだ、なんか光るらしい、これ。70センチになって光るらしいから、心霊スポットで光らせようと思って。このカレー買いにスカイツリーに行ってくるか。スカイツリーに売ってんの、これ。なんでもあれじゃん。お土産じゃないじゃん。ニマルガチャガチャ、栗ご飯さんの顎から下見せて、どういうこと？いや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 、おっさん映るからやめて。早朝の靴だったり逃げた。あ、そうなんだ、栃木アンテナショップっていうのがあるんだ。それで売ってるんだ。でも確かにレモン牛乳です、あんなに種類いっぱいあると思わなかった。いろんなものがあった。いちご、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 どっち？いちご、ストロベリー。英語に逃げないでください。宇都宮市民的には、市民はね、わかんない。わかんない、だって群馬民だから。いちごカレーは二度と食わん、それ俺と一緒の意見ですね。いちごじゃないよ、いちご。え、いちごって、いちご？いちご？サイセンみたいじゃん、それちょっと。いちご。いちご、おい、いちごだな、多分。いちご。語尾を上げるな。え、語尾を上げるなってどっち？いちごじゃないってことね、じゃあ。銀塊、銀玉みたいに言うな。何？いちご、いちごじゃないの。いちご、いちご。え、群馬はいちごなの。いちご？さっきと違う。わかんないよ。いちご成果って感じに。あ、そうだよね。やっぱじゃあ普通に滑らかないちごっていう。いちごパフェって言ったら、いちごパフェとは言わないよ、うん、そういうなんか、つながりによって変わるパターン。自分でも分かんなくなってくる。あんことあんこ、ん？あんこの人もいるよ、ね、だよね、それもなんか一時期ね、誰かとすげえ討論になった。あんことあんこ。バイバイ。決して俺に言ってるわけではありません。運慶と運慶。ああ、確かに。これ文字で俺今両方言えたのすごくない？
30秒ですね。じゃあ、ありがとうございました。この2人来てくれました。で、ごはんさんと総長、まあ、総長はこれからも、最後の挨拶を。お邪魔しました。お邪魔します。確かに、お邪魔します。ありがとうございました。リアトツわざわざ。クリルバーありがとうございました。言い残すことはないですか？うん。大丈夫。じゃあ、お疲れ様です。じゃあ、また心霊配信に移動します。